られる。もっと聞いてんじゃねえよ。電話で参加していただくクイズコーナー、あこちゃんに叱られる。見事正解されると賞金1万円を差し上げます。お答えいただく方はファックスメールをくださった方の中から抽選で選ばれた幸運な方です。まずはスタジオから今電話をかけます。はい、さあダイヤルしております。おかけになった電話をお呼びしましたが、はい、お出になりました。あら、お出になりましたか。あ、この方はじゃあもう残念ながら残念、次の方へ権利を移し、あらあらあら、せっかくメールくださったのにね、お出にならないの早かったですね、はい、でもね、うん、電源が入っていなかったか話し中ということになりますが、うん、さあ続いての方に電話をかけております。はい、5回コール以内に出てください、うん、そこから出題です。はい、出られてから出題です。うん、出てほしいな。さあ1回、はい、2回、はい、あら3回、ここら辺で出ないとちょっと厳しいですよ。あれ4回、あらあら、泣きのもう1回、あれ、もしもし、ただいま電話に出ます。あちゃん、あーあら残念、今日はラッキー問題だったんですけどね。ねえ、お二人とも、はい、なんでこうメールくれて電話番号もちゃんと書いてくださってるの。そうなんですよ、時間も別にね書いてるわけじゃないのに、はい、はい、もったいないなぁ。1万円ほんのもろときましょうか。いや、だからなんでやねん。出会いが早いな。なんでやねん。自分のなんでやねんが早かった。いや、ほんと残念。あげたかった。ね、じゃあこれは、来週。来週。来週お二人さん。はい。来週1万円がお二方。来週皆さん、あの、前から言ってるけど、メールもし読んだとしてもチャンスはあるし、はい、読まなくてもここでね、はい、アトランダムですから、でいつもあの聞いてくださってる方は分かると思いますけど、これね聞いたりしたら悔しいよ、なんでこっちかかってこないんだとかね、私は今待ってたのにっていう方もたくさんいらっしゃると思いますが、これ本当にねアホみたいな問題ありますから本当に今日も簡単だったんですけどね。あ、ね、じゃあもう残念です。来週しかしょうがないね。そうですね、来週お二人、まあ、逆にもうあの今週ね楽しみに待たれていた方も、うん、来週もぜひ聞いてチャレンジしてください。はい、エントリーお待ちしております。はい、以上、残念ながら今日はつながりませんでした。本当にアコちゃん叱られるよ。はい、アコちゃんに叱られるでした。